はい、どうも皆さんこんにちは、ラブラブホリデーのシュートです。今日もですね、ロンドン街ぶら歩きの動画を紹介していくんですけれども、ちょっと久々になってしまいましたね。ちょっとその間ですね、ロンドンにいないでちょっと違う都市に行ってたりして、ちょっと動画アップできてなかったんですけど、今日からまたバシバシ動画アップしていこうかなと思ってます。それで今日歩くのはですね、このホルボン駅周辺のエリアになります。ロンドンのホルボン駅っていうのはですね、地下鉄のセントラルラインと、あとピカデリーラインが通ってる駅ですね。大英博物館の最寄りの駅なので、ロンドンに観光に来ようかなって考えてる方とか、もしかしたら聞いたことあるかもしれません。大英博物館に行くついでにね、その周りとかプラプラしてみるのもいいのかなと思います。じゃあそれではですね、早速歩いていきたいなと思います。今回は駅を出て右ですね、駅を出たら右側、駅を向いてみると左側のエリアに行ってみたいなと思います。方面的にはラッセルスクエアとかそっちの方ですね。駅出ると目の前がこういう大きな交差点になってますので、こっちの方進んでいくと大英博物館とかがあるエリアになります。最初はね、まずとりあえず駅から大英博物館のまでの、行き方なんていうのも兼ねて、その大英博物館までのルートを歩いてみますので、その周りちょっと見てみましょう。さっきあったメトロバンクっていうのは、これ銀行ですね。たまに使ってる方は日本人の方でもいらっしゃいます。駅の周辺はもう本当オフィス街になってまして、たくさんオフィスがあったりとか、平日の朝とか夜とかは結構ビジネスマンの方とかでにぎわってるエリアですね。この日も天気めちゃめちゃ良くて、本当に散歩日和でした。心地よかったですね。今はとりあえず駅を出て交差点を渡って右側の方に向かって歩いてみます。この辺ね、こういう風におしゃれなカフェとか、このカフェめちゃめちゃ中店内綺麗でしたよ。というかね、美容室とか雑貨屋さんとか、そういうのがあるエリアですね。このお花屋さんとかもすごく綺麗でした。ロンドン結構ね、その普通にお花とか買ってる人とかいるんですよ。なんか例えばプレゼントとか、あとちょっとしたプレゼントみたいな感じですね。よく恋人同士で花をなんか渡し合ったりしてるのを見たりします。僕は知ってないんです、したことないですけどね。まず相手を探せって感じなんですけど、この辺もレストランとかですね、静かでいいと思いますよ。ホルボン周辺とか、あとそのラッセルスクエア周辺とか、よく例えば旅行会社のツアーとかで申し込んで、なんかホテルどこにしますかみたいな、ホテルセントラルロンドンとかにすると、大体なんかこの辺りに宿泊してる人とか結構多いイメージです、僕の中では。この辺りは本当平日のそのビジネスマンが出勤する時間帯とかを避けると結構人が少なくて、なんかプラプラしやすいエリアです。結構バスの本数とかもたくさんあるので、なんか例えばロンドンのちょっと外れたところに滞在先がある人とかでも結構簡単にアクセスすることができる場所ですね。あと今この僕が歩いてる辺りはですね、語学学校とかがかなり密集している地域で、語学留学とか考えてる方とか、セントラルロンドンに校舎がある人は、結構この辺にその学校がある場合が多いですね。ホルボン駅周辺とか、トッテナムコートロード駅周辺とかですね。この通りなんで語学学校確か3つか4つぐらいありますね。ちなみに最初僕が行ってた語学学校も、この公園を過ぎたあたりにありますね。ロンドンはこういうふうに街のど真ん中にこういうね、芝生が整備された公園とかがかなりあるので、よく夏とかはですね、お昼休みの休憩とか、学校の休憩時間とか、あとはオフィスの休憩時間とかね、こういうところでご飯食べてる人めちゃめちゃたくさんいます。冬は多分ちょっと寒くていないんですけどね。
夏ですね、その外でご飯食べたりするのかなり気持ちいいので、もし旅行とか、まあ、来てる人とか、まあ、留学の方はもちろんですけど、ぜひやってみてください。めちゃめちゃ気持ちいいです。まあ、この辺もね、何かあるかって言われると別に何かあるわけじゃないんですけど、まあ例えばロンドンに1週間とかいて、まあ結構ね観光地もたくさん巡って、ちょっともう観光地行くとこないよなんていう人はね、こういう風に散歩とかしてみるのかなりいいと思います。普段じゃ絶対行かないようなエリア、もうこの公園とかもね、まあ、観光地じゃないですから、まあ行かないですからね、普通の観光ルートでは。この辺り僕が行ってた語学学校があるエリアですね。ロンドンはね、まあ、大学とか、まあ、短大とかなんかそういうのも、なんかこういう風にね、普通の建物の中に入ってたりすることが多いんですよ。まあ、語学学校とかも。まあ、めちゃめちゃ大きい4大とかはさすがに自分たちの校舎持ってますけど、なんかちょっとしたカレッジとかはね、なんかこういう風に普通の、これ僕が行ってた語学学校の入り口なんですけど、なんか普通の家みたいな、オフィスみたいなところの中に入ってたりします。この辺はね、住居があったりとか、まあオフィスがあったりとかですね。まあ、この辺に住もうとなると、おそらくまあシェアルームで、まあ、自分の部屋があって、まあ、キッチンとかバスとかが共用で、まあ、大体1200ポンドぐらいって言ってましたね、友達は。これ僕はこの青いサークルのまあシールみたいに撮ってるんですけど、これね、また別の動画で紹介したいなと思いますので、まあ、なんとなく覚えててください。これロンドンのね、街中にはね、結構こういうのがあるんですよ。こう建物に青い丸のね表示が書いてあって、そこにいろんな人の名前とか書いてあるんですけど、それまた今度紹介しますので。ちなみにこのもう右手側に見えてるこの柵の中がですね、大英博物館になります。ブリティッシュミュージアムですね。まあ、大英博物館の目の前とかは、まあ、ちょっとレストランがあったりとかカフェがあったりとかします。この辺もね、実は全部家なんですよね。多分これ僕友達ね、一人ここに住んでるんですけど、めっちゃ高いって言ってました。1300ポンドぐらい、1300-1400ぐらいかな。ほんと自分の空間はもうほんと1部屋分だけですよ。もう6畳とか7畳ぐらいの、それで1300-1400ポンドですからね。破格です。はい、ここが大英博物館ですね。ザ・ブリティッシュ・ミュージアムって書いてあります。一応目の前にバス停あるんですけど、まあ、大英博物館周辺結構バス渋滞するので、あと1本しかバスが走ってないので電車で来るのをおすすめします。今はね、道路ガラガラですけど、これ日中とか結構渋滞してるんでね。で、大英博物館の回り方とか、まあ、その紹介はね、まあ、僕別の動画でもアップしてますので、そちらを参考にしてみてください。概要欄に貼っておきます。
この辺りパブがあったりとか、まあ、お土産屋さんがあったりとかですね、あと雑貨屋さんですね。まあ、結構おしゃれなお店とか多いですよ。なんかこういうところの小物とかお土産にするのも僕ありかなと思います。でここは僕がよく行ってたパブっていうか、なんかね、毎金曜日の授業とかの、まあ、その午前中終わった瞬間にもう先生とかクラスメイトとも一緒に飲みに行くみたいな。一回ひどい時はね、授業中にパブでね飲んでました、みんなで。先生もですよ、授業パブで授業みたいな。いや、あれは楽しかったな。ありだったね。まあ、大英博物館の中にもお土産屋さんとかあるんですけど、この周りとかにもね、ミュージアムショップとかそういうのもあります。ヴィンテージ風な小物とかそういうのも結構多くありますね。ここういうのは完全にもう裏路地みたいなところですね。まあ、夜とかは結構暗いので、まあ、こういうところは歩かないようにした方がいいと思います。まあ、大体これは住居の裏とか、まあ、住居の入り口だったりするんですけど、まあ、住んでる人とかはねもう慣れてるからいいんでしょうけど、まああとこの辺は比較的ね、治安のいいエリアっていうか、まあ、人通りの多いエリアなので、まあ、いいんですけど、まあ、ちょっと外れた方のエリアのこういう路地っていうのは、まあ、結構不老者とかいたりするんで、とかあとはなんかドラッグやってる人とかね、酔っ払いとかいるので、そこはちょっと気をつけましょう。でもね、そう、日中に歩く分にはね、こういうところはね、意外とね、ギャラリーがあったりとか、そういうのがあったりするんで、まあね、日中はいいと思います。夜行かなければ。特に旅行とかで来てる方とかは、まあそういうふうに、時間帯で気をつけて、まあ観光するのがいいと思います。ロンドンはね、こういう風に道路がね、結構狭いんですよ。もう一車線とかしかないので、結構渋滞しがちです。だからレンタカーとかで回るとかはあんまお勧めしないですね。あ、ここ僕がね、めちゃめちゃよく行くカメラ屋さんです。カメラ修理してもらうお店ですね。もう何かあって、もうめちゃめちゃ優しいんですよ。もう本当にね、僕イギリス来て初めてね、人の優しさを感じた場所です、ここ。1年半いて。なんか僕、カメラのレンズが割れちゃった時に、うわもう割れちゃったなと思って、その新しいレンズを買わなきゃいけないのかなと思ってこのカメラ屋さん行ったんですよ。でそのカメラ割れちゃったんだよねみたいな話をしてたら、まあ、カメラのレンズ新しく買ったら120-130本ぐらいだったんですけど、あこれ20本のぐらいで直せるよみたいな、レンズスクリーンが割れてるだけだからみたいな言ってきてくれて、その120、30ポンドで買おうとしてる客を目の前に、その客のために、そのいい方を提案してくれるなんていうイギリス人は僕は初めて出会ったんですよ。本当に感動しました。普通ね、もうイギリス人がこうアジア人がさ、カメラのレンズ買おうとしてたらさ、もう普通にそのまま買わせるわけですよ。なんならちょっと高くふっかけてきたりするから、本当ね、僕ね、涙流しましたよ、帰りのバスでも。本当に。でこの辺とかもね、ちょっと入ってみたりするとレストランがあったりとかカフェがあったりとか、絶対来ないですからね、こういうところ。普通観光ルートでこういうちょっと入っていいのかなみたいなところもね、不安だと思うので、これ僕動画撮りながらガッツガッツ入ってますから、全然入っちゃって大丈夫です。いや、それにしても天気がいいっすな。
この辺はホテルとかが多いエリアですね。あとオフィスかな。この通りを左の方にずっと歩いていくと、あのセントポール大聖堂とかそっちの方に着きます。バンクとかそっちのエリアですね。で右の方に行くとオックスフォードサーカスとか、あとトッテナムコートロードステーションのあたりとかですね。ロンドンは結構ねアップダウンとかも少ないので、こう自転車とか、まあ、ロンドンに住む人ですね、留学とか、まあ、あとワーホリとか、こう自転車とかで通勤とか通学するのも結構ありかなと思います。交通費の節約とかにもなりますからね。ワーホリとかでアルバイトしようかなと思ってる人は、あの本当ロンドンの仕事って基本的にその日本だったら交通費とかって支給されると思うんですけど、交通費とか支給されないので、まあそういう自転車を使ったりとか、まあそういうので節約するのもありなのかなと思います。ただ自転車をこういう風にですね、あの路上に放置しておくと結構簡単に盗まれたりするんで、あの鍵してても、鍵をかけててもサドルだけ盗まれるとかハンドルだけ盗まれるとか、なんか結構無残な状態の自転車たまに見るんで、鍵はねもう何個も何個も厳重にしといた方がいいです。この辺はね、なんかね、中華料理屋さんとかが結構多いですね。あの中華の火鍋とかですね。僕ほんと辛いの全然ダメなんで、一回だけ火鍋行ったんですけど、もう全然食べれませんでした。もう本当に食べれないけど、なんかちょっとスープ飲んだらもう舌がずっと痺れてるから、ずっとほうれん草舐めてました。もう、ほうれん草ずっと加えて。辛いのって見た目美味しそうなんですけどね、食べるともう全然食べれなくて。でここを左に折れてまたこっちの方をまっすぐ行くと、まあ、コベントガーデンとかそっちのエリアですね。レスタースクエアとかチャイナタウンとかの方ですね。この辺はオフィス街があったりとかカフェがあったりとか、まあ、レストランがあったりとか、日本の、ね、ラーメン屋さんとかもあります。でこれねミュージカルのシアターとかもありますね。ロンドンミュージカルのシアターがねそれぞれミュージカルごとに独立してあるので、まあ、ちょっと僕はこのミュージカル見に行ったことないですけど、まあ、英語わかんないよとかっていう場合は、あの、まあ、例えばアラジンとかライオンキングとか、もともとストーリー知ってるものを見るのがいいです。結構そうするとね、結構見やすいと思います。で、まあ、あとはこっちの方に進んでいくと、あの、まあ、以前紹介したコベントガーデンとかのエリアですね。でまあ、大体ホルボンのエリアはもう大体こんな感じで終わりになります。基本的にメインがやっぱ大英博物館ですね。でその周辺に結構おしゃれな雑貨屋さんとか、まあ、本屋さんとかいうのがあるので、そういうのをお土産にするのもありかなと思います。まあ、他の観光地も結構近いのでね、ふらっと立ち寄ってからそこからまた歩いてみるっていうのもありなのかなと思います。
それではですね、今回の街ブラ歩きは、ロンドンのホルボーン駅の周辺ですねを歩いてみました。また別の街ブラ歩きどんどん紹介していきますので、まあ、ロンドンの様子知りたいなとか思う方とか、旅行に来てどういう感じなのかな、どういう風に行ったらいいのかなって思っている方とか、気になる方っていうのはぜひチェックしてみてください。それですね、またぜひチャンネル登録とか高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。